メルパチノサンタラ航空は、インドネシアの国営航空会社。メルパチ航空と呼ばれることも多い。メルパチはハと、ヌサンタラは、たくさんの島々、諸島、群島を指すインドネシア語で、ヌサンタラはインドネシアそのものを指す別名でもある。経営難のため、2014年2月1日より、全便の運航を停止している。メルパチノサンタラ航空の2レター航空会社コード、MZ は、 日本の航空会社である、アマクサエアラインが使用している。主に国内のローカル路線に就航している。国際線は、東ティモールのディリ、マレーシアのクアラルンプールに就航しており、規模は、国内最大のガルーダインドネシア航空に次ぐ。今後は、東部インドネシアを中心に運航していく予定である、ことから、2008年9月、本社機能がマカッサルに移転された。 2014年1月8日、航空会社を評価するサイト airlineratings.com において、全世界の航空会社を比較調査した結果、安全性において、ライオン屋と同じ2つ星の低い評価を受け、448会社中ワースト10にランキングされた。メルパチ航空の MA-60 同社が発注中である、 イルクート MS-21 メルパチ航空で、かつて運用されていたロッキードトライスター。ありがとうございます。